フィギュアスケートグランプリ GP シリーズ第6戦フィンランド大会最終日26日エスポー。SP3 位で22年北京五輪代表の河辺愛菜、愛知中京大中京高は 130.38 点、合計 197.41 点で3位。 SP6 位で右足首の疲労骨折から今季復活した紀平梨花、トヨタ自動車は 128.36 点、合計 192.43 点で4位だった。